8月24日、木曜日のお前ビデオダイアリーです。コミュニケーションのトレーナーとして、今日もコミュニケーション上の重要なポイントを一つ発信したいと思います。今日はですね、いつもと違って、背広着ておりますというのは、今日、明日、明後日とですね、研修講師としてですね、登板しますので、きちっと背広を着させていただいております。今日はですね、九州は福岡に来ております。びっくりしました。羽田のですね、穴カウンターで全て自動化されてましてね、確か飛行機に乗ったのは数ヶ月前ですが、その時はですね、受付嬢がたくさんいましたけれども、今は皆無です。全て機械になってました。驚きですね、今の時代この変化の速さ。はい、まあ調べますとですね、向こう10年あるいは20年後ですね、今ある単純労働のうちの 50% の仕事は全て自動化されると言われています。それはですね、まあ、ロボットと AI、AI ですね、アーティフィシャルインテリジェンシーですによってですね、単純労働は淘汰されてしまう。すなわちですね、スーパーのレジ係とかですね、いろいろなカウンター業務、あるいはですね、飛行機のですね、CA まで淘汰されるんじゃないかと言われてます。 CA ってのはまあ安全確保のためにおられると聞いてますが、まあ、どうしてかなとちょっと不思議に思いますけれども、まあですね、まあ、ちょっと調べてみますとですね、この10年そこらでですね、淘汰されるですね、代表格の仕事はですね、まずですね、郵便配達とかですね、新聞配達はいなくなるそうですよ。2つ目はですね、電気とかガスのメーターのチェッカーですね、あれも全て自動化されるそうなんですね。3つ目はですね、先ほど申し上げました飛行機の安全管理をしているですね、キャビンアテンダントなんかもですね、激減するだろうと言われています。どうするのかちょっと分かりませんけれどもね。それにですね、自動車業界のこの自動運転の技術によってですね、タクシーとかトラックの運転手が半減するんじゃないかと言われています。それどうするのかちょっと分かりませんが、私は専門家ではありませんのでね。すなわちですね、今後 50% の、まあ、誰でもできるようなと言ったら語弊ありますけれども、単純労働に携わる人はいらなくなるということなんですね。じゃあですね、ロボットとか AI にやられないで食っていける仕事って何かというとですね、やっぱり人間力勝負の、まあ、トレーナーとかですね、営業とかですね、人間力、熱いですね、パッション、パーソナリティなんかが問われる仕事が生き残ると思います。もちろん資業ですね、弁護士とかですね、税理士とか、まあ、生き残るわけですけれども、人に教える最たるですね、学校の先生なんかはですね、インストラクティブと言いますが、知識を注入するだけの先生はいらなくなると思います。というのは、運転免許を取るですね、学科の試験なんかは別に先生に教わらなくたってですね、ティーチングマシンで教わればいいわけですよ。あるいは数学とかですね、語学なんかはもう AI の発達でインストラクターみたいな先生はいらなくなるでしょうね。教室に入ったらティーチングマシンのプログラムに乗っ取ってどんどん英語なんか喋れるようになる。すなわちですね、これから生き残るためには我々はですね、人間力の問われるような知的労働者にならなければダメだということを羽田のカウンターで、おう、そういうことねって学んでしまいました。今日はちょっと長くなりましたが、福岡のですね、ど真ん中にあるこれはですね、ドームの前のホテルから発信いたしております。今日もお聞きいただいてありがとうございました。さようなら。